鍵会社で働いてたんですよねそうですね全部マニュアルで管理されててこのホワイトボードこれ何 <laughs> <ん>埼玉リストみたいなのがあって会社名出てるこれ大丈夫そうこれうわあ、これだいぶえぐいねこれ あ、もしもしあももしもしすみませんで今回は、えー、と詐欺会社で働いてたんですよねそうですねおおでそれをリークしてくれるってことですよねあそうですねひとまずまずど,どういった詐欺会社で働いてたんですか海産物詐欺です <laughs> 解散物詐欺はい <laughs> 海産物詐欺をしている会社で働いていた方それは違うアルバイトみたいな感じってことですか知人の紹介で知人の紹介でよく分かんない会社に入ってしまったんや、はい、ちなみに給料はどれくらいなの,の給料は完全に不合いです海産物を売りつけたらいくらみたいなそうですねそれで利益をでちなみにじゃあそれは何を売りつけるんですかこれはカニがメインでカニカニを売りつける仕事そうですねメインはカニであと他に <laughs> 商品はあるんですけど何ですかカニのほかに酒だったりホタテだったり、うん、これはあの電話とかで売りつけるってことかなじゃあ完全に電話ですまあいろんな人にじゃあ電話かけてってことそうですねリストみたいなのがあってうわ個人情報氏名電話番号住所住所までも分かっているところに電話をかけるんやだから何かしらで個人情報漏れた人にいいってことか 聞いた話だとちょっと自分も怪しいなって思って入った時に、はい、このリストって何ですかみたいな聞いたことがあってなんかリスト屋っていうところから買ってたらしいんですよ <laughs> ええー、<laughs> これカニなんですけどこれ何ガニですかズワイガニです、ね、ズワイガニ何キロがいくらなの売ってた金額でいうと 2>,、はい、2キロで 21, 2万1780円2万1780円 それを一つ売ると売ると利益が8330円入ってでそこから会社に50%取られてでその50%が自分の一件のまあ簡単に言うと給料になってそれを何回もその積み重ねが1か月の給料になるって感じでしたねえっとじゃあつまり4165円そうですね そんくらいですねはあしか入んないんだ1個売ってもこれなみにズワイガニ2ギロの写真はないのないんですけど自分も実際見たことないんで、うん、そのカニ自体を国産いやそれが電話で言う時に濁してるんですけど多分ロシア産とかだと思うんですよ <laughs> ロシア産なんだで電話では濁すんだ、はい、電話ではオホーツクで取ったカニっていうふうには伝えてたんですけども国産とは言,わ言ってないんで お方つくで取ったカニ、美味しげな感じがするね。<laughs> 一応そこら辺の切り返しトークみたいなのも、うん、全部マニュアルで管理されてて、ああそれがこの写真か。これすごいね。皆さん何度ですね、写真見てください。トークマニュアル。 もしもしまるまるさんですかどうもお世話になったです、はい、北海道の海鮮屋ですとんやです <laughs> 海産物お届けでお世話になりましたその説ありがとうございましたこっから入るんだ一回なんか世話あのなんかやり取りしましたよみたいなところが入るわけねこれもお世話になってるっていう言い切っちゃうと問題があるって でこの間に以前、うん、あの電話のご案内でお世話になりましてみたいな感じでちょっとそこら辺もこの全部濁してる感じのマニュアルなんですけど海産物のお祭りをやってましてお世話になった方にうちの一番人気の特大の本ズワイガニを本日お祭り最終日ということで大特価で食べてもらってるんですよ。これかもしれないな、はい、これ。 今回は誰でも食べやすいように肩から分けた足だけにして20本前後で2キロでこれを言うんだそれを大体 123kg 大きく感情を込めて <laughs> 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 これちょっとやってよこれやってみてよじゃ今○丸はこれこれでいいよこれあ,あもしもしはいこれこれさんのお電話でお間違いないですかはいあどうもお世話になってます北海道の海鮮市場です、はい、みたいな感じであん変わらんやん漁師さんになんかなりきって 漁師になりきるる写真載ってるやん松前漬け食べたことはないのこれちなみに自分東京でこれやってたんですけども北海道でもう,もう一つなんか事務所構えててそっちの方にクーリングオフとかで戻ってきた商品とかがあるみたいでそっちの方たちは食べてたみたいですねクソまずそうなんだけどすでに注文が取れたらマニュアルあ取れた後のマニュアルがあるんだそうですそうです大きな声でありがとうございます <laughs> すぎ会社名出てるこれ大丈夫そうこれ北上水産でこれ大丈夫そうこれ会社名も出てるんですけどこれネットとかで調べてもらったら、うん、多分すぐ、はい、悪徳業者とかカニカニ詐欺って出てくると思うんですけどあそうなんだこれちなみにさ<の>どれぐらい働いてたのここで半年くらいですえー、でどれぐらい稼げたの多い月だと60万とかでマジでいってるってことは120万売上出してるってことそうですねあの120万以上ですねあの消費税とかじゃあみんなカニ買うってことこれで これがコレコレさんにま送ったリストの写真があると思うんですけどちょっと待ってこれ個人情報がめっちゃ書いてあるやつそうですねちょっと待ってねこれかこれのマーカー引いてある人は全員買いましたこれだいぶえぐいねこれまあ、こんな感じで名前 <laughs> 電話番号を住所みたいなのが書いてあるね、はい、でこの黄色のマーカーが購入した人ってことだよねそうです <laughs> ちょっと待って、ね、これ何このもらった画像のさこのホワイトボードこれ何 <laughs> これは個人名書いてるじゃないですか。うん、個人名書くしてる。うん、それが会社に働いてる人で誰が一番売り上げたかってことでしょそうですね。それでこのマグネットっていうのがその日の件数です。でじゃあなんか一人だけめっちゃ売り上げてるやついるな。あ、それが僕です。<laughs> これ君なのこれ君なの <laughs> それが僕です。めっちゃすごいやん、お前。<の>お前一番悪いやつやん。え、このなんかこの100万円ってのは何これは売り上げが。 その月でで一番良かったた人100万円<ー>金一風でみたいななるほどねこれはちなみになんで辞めることになったのだって正直もう10件も20件もやってるんだったらもう歯止め期間やろだってこれ,これがなんか急に今年に入ってからニュースだったりとか新聞で大々的に取り上げられて社長がやっていけないみたいな感じで無理だってなってでちょっと今からちょっと LINE で送りたいんですけど、うん、はい 結局明日からとりあえず仕事を休んでって言われて、まあ、しばらく休んで会社にしばらくぶりに行ってみたら今送ったんですけど夜逃げしてたんんですよねみんな <laughs> これ何これド,ドアがこんな <laughs> なってでうわーいなくなったんや、ね、みんなもぬけの殻っていうかそうですねまあまあでもそれはまあそうやろうけど。 じゃあ半年でじゃあ君は5600万くらいは稼いだってことあ自分稼いだ金額はその半分くらいですね。売り上げた金額がその半くらいあ。そうかそうかそうか、うん。これさ、限界いくらのカニとかわかんないの,このズワイガニに行けろっていうの。もともとは社長はなんか市場とかじゃなくてスーパーで買ったカニを詰めてたらしいんですよ。マジで <laughs> <laughs> ただそれだとそれで一回消費者センターからの営業込まれてでつて知り合いの漁師からなんかそのつてで食べるところがないカニっていうんですかねそういうのを安く。 もらっててたたたりしてたみたいですじゃあ身がもうすっかすかのクソみたいなカニをそうですね詰まってんのか詰まってないのか分かんないですけど食べいいやーだから見た目だけカニな一応 <laughs> そうなんですよそれで自分もちょっとおかしいなって思って YouTube で一回調べたことあって<う>そしたらうちの会社のカニがお客さんに届いたカニが YouTube 上にアップされてたんで<おう> <laughs> そこで知ったんだやべえとこで俺働いてるみたいな、えっと これって捕まらないのちなみに捕まるでそれで何回か会社に警察が突入してきたことあったんで<う>最後その「明日から来なくていいよ」って言われた日の午前中朝一に警察官がリストだったりっていうのを押収して会社の中とか写真撮って帰っって。 いやこのままいたらまずいなって思ったんで自分は逃げてきた感じですけど、えー、このお店から数年前に何回も電話がかかってきて2回買っちゃいましたまさか詐欺だと思わなかったけどその後もずっとしつこく電話がかかってきたので<っ>着去しました私この店から詐欺られたの今知りましたショックですだってそれはリスナーさんですかはいリスナーさんから今来ました来てます被害者の方からルールみたいなのがあってルールそれこそこれ送った画像だと3月の目標みたいなのが。 目標のノルマを達成しないと坊主だとだかそういうのもあったんや眉毛全剃りだとかなんかそういう <laughs> ちょっと待って体育会計なのかそりゃ <laughs> ノルマはちなみに1か月いくらなのそもそも1か月っていうか1日ごとなんですけども 1>, <あ>1日 1> 1日ごとノルマはつらいな、うん、さっきのホワイトボードの写真でプラス25って,書いてるとああなってますねはい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  これはもうノルマ達成しててノルマよりも25個多く売れたってことかそうですそうです基本ノルマが60件で,60件こ,のでこの日だけで85件マジで金額も慣れてくると、うん、さっき2万1730円とかで売るって言ったじゃないですか、うん、慣れるといろんなカニ4キロにホタテとか鮭とかつけてあの10万とか ちょっと待ってちょっと待ってガチの被害者が来てる電話がかかってきてお店が経営できなくてお店を閉めるから特別価格で頼むから買ってくれっていうので買った商品がなんとカニが入ってなくてホタテとエビとサバと、はい、何これ、はい、豆腐これ <laughs> なんか謎のこれちょっと今送りますねこれやばくない これは多分、あの取り扱ってるものが違うんで、うちではないんですけど。あ、違うあ<の>とこなんだ北。北海道だけで、こういう海産物詐欺の業者が40件以上あるんですよ。<laughs> ちょっと待って、40件もこんなあんの?。それを始めたのが、ここ。 の会社なあ大元なんだ君たちのとこがそうですそうですなんでうち <laughs> <構>はなんか逆にかえって下手な消費者センターとかからあの連絡来たらまずいんであんま派手にはやんないんですよまあてか電話でカニ買うなよって話だよねでも普通にねまあそうですよねうーん結局 ちなみにさあ<の>あの、購入してくれた人がいっぱいいたわけじゃん、はい、君の営業トークで。それはやっぱり老人とかなのご年配の方な、やっぱり。トークでも4パターンくらいあるんですよ。うん、にゃんにゃん系、甘える系あと物押し系とか、情景と,とか。すみませんに、にゃんにゃん系っていうのは、どういうことですかにゃんにゃん系っていうのは、お年寄りのおばあさんとかに結構使うんですけど、ちょ,ちょっとやってみてす。どどういう感じでやってるんですか、そのにゃんにゃん系っていうのは。兄さん、兄さん、こ声元気そうねみたいな <laughs> あの。<laughs> <え>うん、最近おいしいもん食べてるかい自分春とか3月とかやってたんで、うん、姉さんの住んでるところは桜咲いたかいみたいなところで世間話をしつつ、うん、カニの話にするんだ持ち込む。 で春でカニの話するんや大体年末年始じゃないですか、うん、春とかだとお孫さんとかに卒業式だったりとか入学のお祝いのシーズンなんで、うん、それをネタにしてトークするっていうのをやっぱりなんでリークしようと思ったのでもこんなわざわざ <laughs> 自分ちょっと最後の終わり方が社長からのなんか恐喝っていうかお脅迫です、ね、え何で来たの<強>社長からやめますってなった時に、うん、結局そっから会社行かなくなって2か月くらいの休業。うん 支払ってもらえなかったのでああそうなんだ、うん、とりあえず社長に会いに行って話し合いしたんですけどその時に脅迫っていうか、うん、全部録音は取ってあるんですけど1時間くらいのまあ警察とかに垂れ込んだらどうなるか分かってんだろうなみたいなみたいな感じなんで、うん、あ逆にこれ垂れ込んだら面白そうだなっていうえだ大丈夫そう <laughs> <laughs> 社長が見たら分かるでしょあの時のあいつやって何やんだとこの一番売り上げやばいんだ <laughs> 間違いなくなると思うんですけどで大丈夫か知らねえぞそれはあの北海道に帰ってるみたい,いあ社長は今北海道にいるんだまあじゃあわざわざね来ないかまあでもね、まあ、今回ちょっとリーグしてくれたけどでもたくさんの人をだましてるわけでしょ君はだましてた結果だましてましたね 電話で物は買うなってことだよねそうですね僕はこれやりながらも自分の祖父とか祖母とかにはこういう電話かかってきても買うなよってちゃんと言ってたんで <laughs> ちなみに最後に聞きたいんだけど日本の方ですか、はい、全員 全日本日本人ですあそう心苦しいのいっぱい来てえー、っとうちの父も騙されました正月に子供孫に食べさせようとしたらしいですとても落ち込んでいましたまた父は子供くらいの年齢の人からの電話が来たことでこの子の売り上げになればいいと思ったそうです悲しい正月になりましたそうですねそういうさっき言ったその情景とかだと言っちゃうんですよもう今日こんだけ売んないと来月食っていけないみたいな。そういう泣き落とし道具なんだクソだ お前はクソだは <laughs> はい、はいということでした、うん、はいでもありがとうございました話の方は今はもう詐欺やってない今はもう普通にはいやってますお前が,お前,が,お,前がお前はなんか濁したいほんまが <laughs> いやあの僕はやってないんですけどその気をつけてもらいたいのがなんか社長が海産<ん>物はもうできないからって言って次は防災グッズ防災グッズ次は防災グッズが来るみたいなことを言っててはあ皆さん防災グッズの出会いは気をつけてください、うん 噂で聞いたんですけど、その売り込みの電話をしてるみたいなことを聞きました。うん、埼玉リストみたいなのがあっ 埼玉リスト何どういうこと、はい、県民制なんですかね集計した時に一番買ってんのは埼玉県の人だってなってはあまあ要はその騙されやすいというかお人よしというかそういう人が多いのが埼玉県みたいな埼玉県の人だけのリストみたいなんだ <laughs> ちょっと待ってマジでだ騙されにくい県とかあります北北海海道道の人はは買買わわなないですねねま <laughs> まあまあそうだろううろろんだろうな 東北の人は買わないですねまあやっぱそうなっちまうよなわかりましたクソ野郎じゃあありがとうでも本当に話してくれてした。はいありがとうございますまあというね